はい、皆さんこんばんは。キクチャンネルのキクちゃんです。今からね、またちょっと取引先のところに急遽向かわないといけないので、思うことをね、一つちょっと話していけたらなと思います。皆さんね、両親、ご両親、お父さん、お母さん、健在の方、まあどっちか亡くなられてる方、まあ、不在の方、いろいろだと思うんですけど、ご両親に感謝してます？僕ね、最近感謝してもしきれんぐらい感謝してます。特にね、まあ、母親はね、まあなんていうんかな、昔から僕のことをよく分かって理解してくれてましてね、こんな人間やなっていうことはね、ずっと認めてくれてると思ってるんですけど、父親ですね、昔からね嫌いでしてねやっぱりね、40なってくると自分が親父と似てるなーいうのがね、ちょっとずつ分かってくるんですよね。やっぱ親父の影響を受けてるなーってね、もう考え方から何から何までね、もういちいち合わへんのでね、もう腹立つんですけどねでもね、最近ね、ようやくね、その親父の良さというかね、いいところは正直あんまりわからないんだけど、まあちょっとマシなところかな、ちょっと分かってきたかなって感じです。まあいろいろありましてね、まあまあ私地元播磨町でね住まわせてもらってるんですけど、それもね親父と、まあ、両親のおかげなんですね。で仕事もね両親のおかげでね、両親がまともなおかげでね、親とかね、親からの紹介で仕事をいただくことがね最近増えてきました。やっぱりね、両親がねある程度まともやから仕事を紹介してもらえるんだと思うんですね。これがね、まあつまはじきもんだったりね、まともじゃなかったらね仕事を振ってこないですよね。その辺に関してもね、まあちっちゃい時からね、まあ私まあ男ですんでね、ちょっと悪いことを覚えたこともありますしね、道から踏み外そうになったんですけど、その都度ねおかんがね、あんたもう周り迷惑かけることばっかりして言ってね、もうそんなことすなーってえらい怒られてましたよ。親父からもね、いろいろ指導されてね、どつかれて大きくなりました。それがねやっぱり今となっちゃね、やっぱりね良かったんじゃないかなと思います。おかげさまでね、そんなに大きく道を踏み外すこともなくね、こうやって生活できてます。それはねやっぱり両親のおかげかなと。でまあ両親から仕事紹介させてもらうとね、やっぱりね話が早いんですよ。高一さんところの子供さんかいなと、あ話は聞いとるでーいうところからね仕事入っていけますんでね、もう最初の垣根がねないんですよね。それに関してはね、やっぱりね親父母親に関してはね感謝してます。同じことね繰り返してるんですけどねでもねやっぱりそういうことなんですよ。やっぱりね僕もね、当然息子がいますんでね、例えば自分の子供が何を選択するかは分からんですけど、まあ不動産するにしたらですね、まあまともな対応していかなあかんなと思いますね。あとね、まあこの話やめときますねまあとにかく両親に感謝してますということです。はい。ね、短いですけどね、今日はこれで以上です。ありがとうございました。
はい、皆さんこんばんは、キクチャンネルのキクちゃんです。最近将来ですね、自分の今40なんですけど、41、42、45までにですね、こういう風にしたいなっていう僕の野望がありましてね、今その野望をね、着々とね進めていってる途中ですね。信長の野望に例えるとね分かる人は分かるんで結構ですよ。それでいいんですよ。お気に入りの武将、自分なんですけど、それ以外は委任状態にしてね危機の時だけ駆けつけるというかね全部が全部自分でやってたら何時間でもあれ食いますんでね、あのゲーム領土を広げていくっていうね、作業言ったら悪いな、領地を大きくしていく、ゲームなんですけどね。僕自身45までにしたい野望っていうのがありましてね、43までにね月収を100万超えたいなと思いましてね、今ね100まだちょっと届かないんですよ。僕ね基本給なんですね、基本給なんで、基本給はねそんなに上げられへんので、むちゃくちゃ安いんですよ、ほんとびっくりするぐらい安いんですけど、安い分ねやっぱり自分のこの力と人脈と、当然努力とでですね上げていきたいなってね、そこに制限は設けてないんですよ。それが投資だったり、こういった YouTube とかね、ブログとかの、収入であったり、物販であったりね、当然不動産取引であったりするんですけど、不動産取引はね僕利益なんかほとんど取ってませんのでね、会社の方に入れるだけなんですけどね、100万っていうのがね、手取り100万じゃないんですよ僕の場合。いろいろ引いて100万円なんですよねということは200万円以上儲けんとあかんですよね、1ヶ月ね。収入で言えばですね、それぐらいいけばですね、生活、普段のね生活する分には特に困らんかなと思うんですけど、僕はね収入に関してはね、まずそれが一つ、それが43までに100万円ですね。あとね、やっぱり自分がやってきたことっていうことに対してね、やっぱり奇跡というかね、誇りを持っていきたいんですよ。人にやっぱり必要とされる人間になりたいなってかなり思いましてね。なんていうかな、これからやっぱり変化がねもっと早くなるっていう実感があるんですよ。今日ね、ワールドビジネスサテライトかなでちょっと見てたんですけど、あの番組ね、見る人が見たらね番宣やなっていう人もおるんですよ。確かに番宣なんですよ特集組むんですけど、大体ねファーストリテイリングとかね、車やったトヨタとか日産とかホンダとかの提携話とかね、あんなのがボーンって一番トップに来るんで、日本の経済の縮図なのか番宣なのか言うたら、番宣に近いものがあるんでしょうけど、その中で今日なるほどなーと思ったことがありましてね、そのユニクロがねアパレル業界の前言ったら巨人じゃないですか、巨人、ジャイアンツの巨人じゃないですよ、巨人トップじゃないですか、日本のね、世界のほぼトップになりつつあるんですけど、ワンシーズンでね当然服の流行り、今年の夏はこれが流行って、今年の秋はこれが流行って、冬はこういった形でいこうと言ってね、大体ね服のサイクルって1年でね作ってるらしいんですよ。
要は縫製デザイン縫製してで、まあ、販売する、ざくっと言いますとですよ。だから夏の服はもう去年の夏にはデザインから形からもう大体出来上がってるってイメージですね。1年前のね、そのサイクルをねもっともっと短くしようと、時代に合ったものをもっともっと提供できるようにしようというような考え方らしいんですね。なるほどなと思いましてね、時代のトレンドに要は合わせていこうということなんですね。確かにね、まあファストファッション、ユニクロとかね、 GU とか H&M とか Forever21、 ザラとかね、ファストファッションって言われてるファッションはね、なぜファストファッションかって言うと、流行り廃りが早いからファストファッションだっていう一つの考え方もあるんですよ。確かにね、2年前はまだいけるけど、3年4年と経つとね、デザインがやぼったいなって感じることも確かにあります。要はね、そのサイクルをさらに上げていこうっていうことですよ。わかります？どん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 新商品を投入していって、どん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 サイクルを上げてこようというふうに言ってるんだと思ったんですね。そのためにオフィスをワンフロア、要は縫製からデザインから、あとまあ企画からですね、ワンフロアにギュッと固めたと。前までね、なんかまあかなり大きなオフィスあったらしいんですけど、階層が違ったりね、建物の、まあ、場所が違ったりとかしてたらしいんです。それをねもうほぼワンフロアでね、当然社長室もありましたよ、もう行き来ができるようにね、自分の座ってる椅子の真裏で設計デザイン考えて縫製の人がいて、要は販売の営業の人がいるということでね、なるほどなと思いましたね。ファーストリテイリングほど、まあ世の中の流れっていうのをね注視してる企業っていうのはね、なかなか珍しいんですよ。やっぱり社長の考え方、柳井さんのね考え方だと思うんですけど、こう言ってましたよ。今までは散弾銃でお客さんを狙い撃ちしてたと。うまいこと言うな。これからはスナイパーライフルでお客さんを、直接個人を狙い撃ちしていくと。恐ろしいですよね。まあ例えが分かりやすいですよね。お客さんを撃ち殺すのかって言われてね、思う人いるでしょうけど、本質はそこじゃないですからね。全然関係ないこと言う人いますよね。まあ考え方としては素晴らしいんじゃないかなと思います。僕ね結構まあユニクロの服ね、まあ、好きで結構着てるんですよ。家ではねスウェット上下はねユニクロのそのあれなんていうんかな、裏毛というか、あったかいやつでね、マイクロファイバーっていうかな、まあお気に入りですしね。もう常備してますよね。家帰ったらそれに着替えるっていう感じでね、まあそんな感じでね、時代の流れに合わせていく、ピンポイントで合わせていくっていう考え方、そのためにオフィスをね作り変えるっていうやり方、素晴らしいんじゃないかなと思います。当然僕もねそれに習ってというわけじゃないですけど、自分自身の変化をねチャンスと捉えてね、どんどん変化し恐れずに進んでいきたいなと思いますって言ったら普通なんで、行きますんでね。皆さんよろしくお願いいたします。目的地にねもうすぐ着きますので、今日はこれぐらいで失礼いたします。